三拍子。高倉亮で器用貧乏です。よろしくお願いします。まあね、よく言われる、何でもできるけどね、みたいな、ね。そして相方は久保孝真さん、サモハンキンポーです。違うぞ。ジャッキーの映画出てくる。でもね、報道見ましたか皆さんね。やっぱり芸人さんってモテるなぁと思いましたね。モテるモテる。すごいですよね、あのね。モテるさ、モテるね。東京ゼロさんの豊本さんね。それじゃねえ。今女の人もね、このね、すごいなと。渡辺さん。あ、渡辺健さんね。ややこしい。渡辺健さんもそういうなんか問題僕あるからね。ハゲてるのにね、渡辺健モテますよね、あの人、ね。あの人、ハゲてるのにって言ったらお前が多分初めてだ。ハゲてもしげてますよね。渡辺健さん。あ、渡辺健さん。アンジャッシュの渡辺健さんと佐々木希さんがね、ご結婚された。新婚旅行はテルミクラブでね、行かねえよ。もうねえんだよ。今話題のね、テルミクラブでね、格安旅行会社でね、出国できないってトラブルがあって、そうそうそう、気が潰れちゃう。ねえ、毎度おなじみ、いろんな番組テルミクラブ。タモリクラブ。テルミクラブ、タモリクラブ。言ってるなぁ。なんで空耳みたいになってる。安西さんかな。わかんない。ケンケンか安西さんかな。テルミクラブの話で、そうですよね、芸能人なんかも、ね、被害続出みたいになってる。あ、なってますよね。矢部美穂さんとかもね、ニュースとか結構出てるんですよね。あとね、僕らのサンミュージックの大先輩のグッチャーさんも被害に受けた。そうそう、被害者なんですよ。あとはね、亀甲縛りアイドルの栗山無依っていう人もね、被害あったんですよね。エビスマスカッツとか、ね、ちゃんとした芸能人一人もいないですよ。失礼やったら、すぎるだろ。自称芸能人しか、ね、被害に遭ってないですからね。一人先輩もいるんだよ、それは。ね、なんかペニーオークションの時に名前出てきた芸能人と同じ人間全然違うよ。こっち被害者だろ、今回よ。でもね、そのね、被害に遭った3人ね、これを機にちょっと売れてやろうみたいな感じがするんですよね。テレビ出てね、アメトークとかそのうち出るかもしれないですよね。私たちはテレビクラブ被害者芸人ですみたいな。被害者高いみたいになってるんだ。被害者あるあるとかやってる。いやもう被害に遭ってからすごいワイドショーとかで仕事が増えました。ある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 みたいな。クソみたいな番組じゃないか。3人が盛り上がってるだけだろ。もうね、そのうちね、3人でテルミクラブってトリを組むかもしれないですよね。ダチョウクラブみたいになってる。倒産したの聞いてないよ。本当のやつじゃん。本当に怒ってるやつ。お金戻ってこないの訴えてやる。本当のやつだ。テルミンパーツ気に入ってんだろ。ね、それで今年ブレイクするかもしれないですよね、そのトリオでね。未来ね、もうちょっとちゃんとした未来の話もあるんですよ。そうですかね。人工知能ってあの AI って呼ばれてるものの、ね、成長が著しいんですって。あ、そうですよね。最近だと、仮面女子ってアイドルグループが、AI が作った作詞作曲した CD を初めてセールする、売るんですって。すごいですよね。やっぱね、音楽業界って昔から AI とかに目をつけてたんですよね。あ、そうだね。五木ひろしさんなんかもね、自分のモノマネをする五木ロボというのを、コロッケさんってあれロボ五木はコロッケさんだね。小林幸子もね、自分と同じ顔のでかいロボットをネガ幸子だよ、あれ。音楽業界は先駆けてます。 AI じゃねえ、それもほぼセットだよ、あれは。AI ってすごいんですよね、今ね。人口がどん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 減ってるじゃないですか、それ人手不足を AI が補ってくる、だからね、もうね、すぐですよ。タクシーの運転手が AI になるとかね、もうすぐですよ。でもタクシーになれば人間の方がいいと思う、いや AI だったらね、頭いいから行き先を告げただけで目的地まで運んでくれたりするかもしれない。今もそうだよ。元来今もそうだよ。今行かないよ。行くよ。笹塚って言ったら浅草連れてくる。引き間違いだよ。乗ってるやつ途中で気づけ、そいつも。でもさ、タクシードライバーさんとのね、今日仕事遅くまでですねとか、雨らしいですよ明日、こういう会話がなくなっちゃう。それいらないでしょうね。いや、たまにいたたまれない空気になる時あるからね。お客さん、お仕事何してるんですか。僕お笑いやってるんですよ。え、マジですか。僕ね、お笑い好きなんで名前言ってくれたら知ってると思います。三拍子って言います。いたたまれねえよ。何一回餌撒いてくれてんだよ、お前。好きなんですって、それに比べて AI だったら登録してるから、もう最初から名前知ってるかもしれない。あ、そうなの。お客様、お笑いコンビ三拍子の久保孝真さんですね。あ、まあまあ、まあ、楽なのかな、もうこうなっちゃった方が。データによると、あなたの収入ではタクシーに乗ることはお勧めできません。お店を見て歩いてください。どこまでデータを。歩け歩けーつって。俺最終的に徒歩させられてるから撮りたいのかもしれない。あとね、俺らみたいな漫才師もね、 AI にとって変わられるかもしれないですよ。いや、漫才は人間がやった方がいいんだよ。そうなったらね、ボケの方の AI がね、今までの漫才の歴史上の全データの中で一番面白いボケを言うわけですよ。データ蓄積量ってすごいらしいですよ。ごめんね、ごめんね。もっとあるだろうよ。もっとなかったからな。もっとあるだろうは U字工事に失礼だぞ。本当にやってんだから。でもね、ちょっと
お前が一番失礼じゃん。それに対してね、ツッコミ側の AI がね、今までも漫才の歴史上の中で一番キレのいいツッコミを言うわけですよ。甘ーあったっつってたのかなってね、そんなの出てくるかもしれないですよ。ごめんねごめんね、甘い会話成り立ってねえだろこいつら。こいつら出てきたら俺らピンチですよ。チャンスだよお前。その程度だったらだからね、それに先駆けてね、三拍子も AI を入れて取るようになった方がいいって。 AI を入れて、営業とかめちゃくちゃ盛り上がるんですよこれね。お客さんとの会話が必要なの。いや地方とか行ってね、こうね、はいどうも三拍子です、僕は高倉涼で両端にいるのが AI ですよ。俺は人間だ。俺は人間だ。そしたら AI がね、データによると久保さんは胸を張って立派と言えるほどの人間ではございません。失礼すぎるだろこいつ。でもね、今日はねお客さんたくさん入ってもらってね嬉しいですね。これがこの町の全人口ですか。そんなわけねえだろ、たくさんいるよもん。そしたら AI がデータによるとこの町の人口は2000人、ここにいるお客さんは50人ということは約400分の1しかお客さんを集められないということです。やめろ精神が通じる。お前も一回もになってるんだよお前。ね、今日は綺麗なお客さんばっかりでね、こちらからべっぴんさん、べっぴんさん一人飛ばして、べっぴんさん飛ばすんじゃねえよお前、飛ばされる人気が悪いだろお前。データによると最初にべっぴんさんと言った人も日本人の平均的な顔立ちより劣っております。何言ってんだお前。つまりブスということです。あーもういいや、俺が悪いね、ごめんねごめんね。使い方間違えた。ボケじゃねえ。まあ顔はブスかもしれないですけど、心はべっぴんさんですよ。フォローしろよお前もよ。カバーン。ぶっ壊れてんだろそれよ。カバーン。カバーンって言ったらもうジュンさんだそれは。ジュンさんの AI だそれは。これで営業増えるでしょこれね。2人の方がいいんだって。あーそっか、じゃあお前やめてもらっていいかな。俺がやめんのかよ。